本で初めて、国公立の大学で演劇やダンスが本格的に学べると、いう点は一番新しいところだと思います、まあ、演劇ってのは一つの中にいろんな要素が入ってますから、なんかこれを伸ばすというようなことではなくてですね、まずはその異なる価値観を持った人がどうやって集団を作っていくかということが、まあ、一番学べるんじゃないかなと思います。海外の観光業者とかそういったホテルマンとかそういう人たちは小中高とみんな演劇とかをやってきているわけです。で、コミュニケーション能力に長けているわけです。外国の方をもてなしたりとか喜ばせたりする自分で企画する能力をそこで基礎として培ってから大学で観光学を学んでいます。で、だったら日本の観光業界が国際化していくためにはその一番基礎的なところが欠けてるわけじゃないですか。だからそれを身につけてもらう。でもただ単に楽しませるんじゃなくてそれがちゃんと経済活動につながっていくっていうことが大事なんで、それを考えられる。そのためには経済の知識とか経営の知識も必要だってことなんです。だからマネジメントが中核にあるってことですね。今私たちはその地域に開かれた大学ではなくて地域と共にある大学、あるいは地域から学ぶ大学というふうに考えています。常にその地域の課題とか、地域の人たちとの交流っていうのを前提にして大学を設計しているっていうことですね。それが今までの大学と一番違うところだと思います。やっぱり1期生2期生っていうのは大変なんですけど一番魅力的なんです。何もないところに一歩踏み出すので、まあだからぜひ、チャレンジしてもらいたいなと思っています。